はい、皆様こんにちは、こんばんは、高沼彩です。今日はですね、まあすでに売られていて、なんか巷じゃかなりの人気らしい商品をようやく見つけたというか、自分もそのスーパーで買い物してて目についたので買ってみたので、それのレポートをしてみたいと思います。それというのがですね、この映ってるかな、じゃがゆり子ってやつでして、まあ自分も今さっき YouTube の方って調べたんですけど、他の YouTuber さんはすでになんか新発売の情報をもちろん得てて、何去年の2019年の10月の下旬にはなんかこれのレポートをしてらっしゃるんですけど、でその人の動画を俺はしっかり見たわけではありません。なのでまあこんなのあるんだっていうシリーズで、第1弾はああいう風なねものにしたわけですけど、第2弾はこう一応まともなものでいこうと思います。で自分もあれ、なんか女子高生かの提案で、じゃがりこにお湯を入れて、ポテトサラダ風にするっていうのを知ってて、まあ、たまにやってたわけですけれども、まさか、その、10月のね、もう、中旬には、去年の10月中旬には発売されてて、で、ちゃんとじゃがゆり子ってしっかりしたものがあるっていうのは、本当に、今日知りました。で、ちゃんと賞味期限がね、そのカップラーメンにこうやって、まあ、逆さまになっちゃってるけど、まあこういう風にちゃんと書いてあるわけですね。で、その他の YouTuber さんも多分言っているであろう通り、まあお湯を注いで3分ですから、ほんとカップラーメンの世界ですけれども、こうやってちゃんとね、能書きが書かれてるわけですよ。はい、熱湯は 80ml の内側の線まで3分待つ、スプーンでかき混ぜ、ポテトサラダの出来上がりってね。でちゃんとこれ紙製だけど、昔のカップラーメンっていうか、それとか駄菓子によくあるようなカップラーメンの容器と同じ、一応耐熱の容器になってるみたいなんですよね。うん、でなんか製造所が何カルビ株式会社の下妻工場だって書いてある。茨城県ですね。危ない危ない、茨城って言おうと思っちゃった。まあそんなわけで、お湯もちょっととりあえず実は沸いているんで、これから一応3分やって注いでみようかと思います。でもその前に蓋を半分だけ開けて中身をちょっと確認したいと思います。中身のものなんですけど、まあ普通のじゃがりこですよね。ちょっとでもじゃがゆりこっていうぐらいだから、少しその製法を変えているのかもしれません。ただ見た目は全く普通のじゃがりこと一緒ですよね。練り込んでるものとか配合が少し違ってるのかもしれないけど、それではこれからお湯を入れて、3分間待ってみたいと思います。はい、じゃあ3分経ちましたんで、開けてみようと思います。あ、なんか見た感じものすごくふやけて、その、大きく麺が水を吸った、お湯を吸った時みたいになんか伸びてます。確かね、普通のじゃがりこでお湯をやった場合、こういう風に膨らんだりはしなかったと思うんですよね。とにかく膨らんじゃってます。で、もしかしてこれはお湯注ぎすぎた？内側の線っていうからあれなので見えなかったんですよね。注ぎすぎたかもしれません。ちょっとストップします。ああ、注ぎすぎてるかも。はい、皆様、完全に俺、間違えました。お湯注ぎすぎてます。ラーメンじゃないんだからね。ただ、なんか内側の線で書いてあるんだけど、見えなかったから、まあ、しょうがないんですけど、とりあえず、そのまあ、もう、スーパースター的に食べた味はですね、本当に、ちゃんとしたポテトサラダの味ですね。しかも、ベーコンが入って、少し胡椒が効いた感じの、そういうポテトサラダの味がします。甘くはなくて、その
適度にその塩味っていうか、胡椒っぽい味がして、で、ベーコンのような味もして、確かに美味しいです。まあ、以上が、まあ、ちょっと作り方完全に間違えたんだけれど、レポートになります。皆さんも見かけたら、自分のようにこんな湯の量を間違えずに、しっかりとふやけさせてポテトサラダ風にして食べてみてください。僕の方のレポートは以上となります。それでは失礼します。